おい、こら。今日はもう誰もいねえよ。消えな。なるほどな。はあ？つまり、あの赤いマークは全部組の事務所やったっちゅうことなんか。一人で何言ってやがる。組長に話がある。ああ、何寝ぼけたことを。さっさと伝えろや。合田龍二が会いに来たってな。すると、あんたは東条会の敵じゃないってわけか。今はもう極道やない。じゃあなんでわざわざここに。警告ってのはどういうことだ。バリケードの中で何が起きとるか知っとるな。ゾンビで溢れてるって話か。自衛隊も戦場顔負けに詰めてるし、東条会の幹部連も随分死んだらしい。ただそれでもまだ信じられん。この目で見ない限りはな。心配せんでも、もうすぐ見れんで。あ？来よった。ぼーっとしとったらやられんで。おい、どういうことだ。客に直接聞け。くせ。イネさん、どこ行ったんだ。なんだてめえ。こいつは。え？気持ちいい。最高だ。お前は林カンビナ塩。え？カンビナ塩。警告は無駄やったいうわけや。
兄貴、ご無事で。いらん世話や。失礼しましたが。悪い。自分が何しとるか、分かっとるんやろな。もちろんですわ。兄貴にも手伝ってもらおう思てるんです。なら、顔を見せてもらわなあかんな。ピンク通りにエイジアいうショーパブがあります。そこでお見せしたいもんが。お前もそこにおるんやろな。当たり前ですわ。兄貴のお越しを首なごうしてお待ちしておりますから。ほな。
だし。
だ。早くこっちだ。抜けられるぞ。よう教えてくれたな、坊ちゃん。兄ちゃん、隣町のたこ焼き屋だろ。あそこのおやっさんには何度か余りももらったんだよな。そうやったんかい。さあ行こうぜ。こんなとこさっさと出るんだ。